はい、それでは今回は科学的に正しい出世法ということでお話していきたいと思います。で、今回の内容、今までに出した動画の、まとめた内容になります。出世関係、いわゆる組織内でどう成功していくかっていうような内容を、今回、かき集めたものになります。で、一応参考書籍からお話しすると、こちら、5冊を参考にしています。で、特に重要なのが、オリジナルスが一番非常に、今回の内容と関わっている内容ですので、ぜひ読むなら、こちらのオリジナルスから見ていただければいいかなと思います。はい、あとは、ギブアンドテイク、ギバーが成功しますよと、いわゆる人と与えて、いい関係を作れる人が成功しますよというギブアンドテイクという話、本とか、あと他は悪いやつほど出世する、権力を握るほどの法則っていうのは、ジェフリー・フェアマンの、いわゆる、今の世の中に出回っている成功論っていうのが、間違っていることが多いよねというような本が2つで、最後に年収は済むところで決まるっていうのが、いわゆる、実は年収っていうのはその学歴とかそういった部分よりも、どこに住んでいるかっていうのが一番相関が高かったですよというような内容の本になります。で、今回はこれらを参考にお話ししていきます。流れとしてはこちら5つのパートに分かれています。1つ目が間違った成功論、2つ目が残酷な現実を知る、3つ目が成功への心構え、4つ目が成功への行動で、最後に仲間と組織についてお話しします。では一つずつ進めていきたいと思います。まず一つ目、間違った成功論についてお話していきます。まず皆さんがそのいわゆるインフルエンサーとか企業の成功者、起業家とかそういった方たちが自分の体験をもとに成功論を語っているということが非常によくあります。ただし実はそういった成功論セミナーっていうのは嘘がかなり蔓延しています。っていうのは結局世に蔓延している成功論は嘘だらけな理由としては、効果を測定していないということが一つ挙げられます。自分の成功体験をもとに、こうしたら成功できるんだっていうふうなことを言われても、要はそれって、N 数1という、いわゆるサンプル数が一つですよねということで、再現性がないパターンが結構よくあります。あともう一つは、こういった成功論セミナーの目的として参加者が気分の良くなりたいだけと、エンターテインメントとして来てしまっている場合がよくあります。っていうのも、もちろん成功はしたいんですけど、ただ行動はしたくないと。行動はなんとなく、足がすくんでできないなという人が非常に多いので、結局は気分を良くさせる。要は、綺麗事を聞いて、気分が良くなるというようなセミナーになってしまう場合が非常に多いです。で、そういった理由から、嘘は結構蔓延してしまうような仕組みに。要はだから聞いている側も話す側もどちらも正しいことを言うことによるメリットがあんまりないということが起きてしまうので、実は嘘だらけになってしまうことがよくありますよと。で、実際にそういったセミナーの裏を見てみると、その現実で成功している人っていうのは行動が全く違いますよねと。いわゆる、私は、リスクをたくさん取って成功したんだと、周りの人をみんなの、親切にして、そうやって成功してきたんだというのが、一般的な成功論セミナーかと思いますが、実際はそうじゃないと。例えば、Amazon のジェフ・ベゾスに関しては、この問題に今から知性というのを与えてやろうというような、いわゆる、そのミーティングとかですごく部下に対して高圧的な態度を取ることで知られています。あと、スティーブ・ジョブスなんかも有名ですよね。スティーブするというような言い方がされる、社内でそういった、ワードが飛ぶというふうな、ことが言われています。これは何かというと、文句を散々言われて解雇されると。いわゆる、その、ジョブズの思想である、その、シンプルで、利便性の高いような、そんな、アイテムじゃなければ、お前はセンスがないと言われて解雇されるというようなことが、荒くれ者として結構評判ですよね。で、あとは、ビル・ゲイツとしては、ビル・ゲイツの共同創設者は、生きた心地がしないというような風に語っています。ビル・ゲイツも今となっては慈善団体を作っていたりということで非常に成功者でしかも世の中のための活動をしているというような印象がありますが結局これらの起業してきて会社を経営してきた人たちもある程度裏の面というかその冷酷な面が存在していたということになります。では実際に具体的にはどんな嘘がありますのという話をしていきたいと思います。まず一つ目、まずは自分らしくやりましょうというのが、一つの嘘ですね。成功者というのは、本人たちが語っているよりも、周りに期待された行動を取るような、傾向があります。
自分の配置によって、いわゆるその例えば自分がどの配置にいるか、どの部署下にいるかによって自分の部署を押すような言い方をして、そうやってまあ性格がコロコロ変わっていくと。だから一般的にその会社にその起業家が昔からずっと自分は信念を持ってやってきたというふうな言い方をしている場合は、実はそれってその今まで、その今成功してから、まあお披露目になっているパターンはあるかもしれないですけど、ずっと若い時からそれを言い続けてきたかと言われると、そうではないと。言ってる言動としてはコロコロ変わっていますよということをちゃんと理解しておきましょうと。だからまあ自分らしくあるというのは別に自分らしくあることを表に出しまくってるわけではなくて、自分の心の底に持っておくのはいいんですね。ただ、自分、そのこだわりを持ってしまうせいで、周りの人との、なんですかね、いざこざというのを生むっていうのは、まあ、成功者を行っていないということになります。で、二つ目、正直者であるということが、まあ、よく言われますが、多くの企業は嘘が多すぎても話題にすらならないと。まあ、今もそうですけど、まあ、ベンチャーキャピタルから、まあ、お金を回収するために結構嘘をついて、起業しますということは結構多いわけですね。まあ、要は自分を大きく見せる企業が非常に多いわけと。で、まあ、結局、で、なぜセミナーで正直者であるというふうな言い方をするかというと、まあ、結局嘘を嫌って自分は誠実だと言うと、そういったふうに思うっていうので、まあ、嘘の正当化がされていくわけですね。なので、あの時は仕方なかったんだと。ああいうふうに言うことで、まあ、自分を大きく見せる嘘、を続くことで自分はうまくいったんだというふうに、まあ、嘘を正当化するというよりは、自分の、リスクを取ったチャレンジというふうな、評価をするということで、最終的には、嘘であったものが、こう正当化されていくということが起きがちです。なので、まあ、誠実であるということは、まあ、自分に対して誠実なのは大事なんですけど、嘘をつかないというのは、成功する上で非常に、壁になる、障害になるものになります。で、あと3つ目は信頼関係を築くということになります。まあ、信頼関係自体はいいんですけど、まあ、非常に強固な仲間を作るというのが重要なんですけど、ただ一方で誰から構わず仲良くするというのは、意外と成功者たちはやってないことになります。結局なんでそうなるかというと、まあ、なんですかね、後から見てみると、みんな騙されたやつが悪いっていうんですよね。っていうのは、その、どっちかが嘘をついたときに、まあ、嘘をついた側がもちろん悪いんですよ。なんですけど、周りから見てみると、騙された人がすごく弱く感じるんですね。で、嘘をついた側が成功していったら、やっぱりその地位の比較をして、その地位が高い方が正しそうに見えるので、騙された奴が悪くて、騙した方は、まあ、その時は仕方なかったんだと、いうふうな表現をされると。いうことで、まあ、こういったときは、まあ、発言なく行動を見ることがポイントになってきます。なので、まあ、口では何でも言えるんですね。口で結構嘘を言う、企業家も非常に多いので、こういった部分、まあ、ただ周りの人と、仲良くしていって正しいことだけを言うっていうのは、実は、なんですか、成功者とちょっと、成功者になりにくいポイントになってきますよと。最後、他人を思いやるということですね。他人を思いやる、まあ、非常に重要なポイントかと思います。ただし、まあ、いわゆる管理職とか、企業家とかっていうのは他人の思いやりに関して、まあ、一つ冷酷な面があります。例えば、好景気、不景気を繰り返すと、実は管理職が増えることが分かっています。これつまり、不景気になった場合に誰からリストラするかというと、低い職のものからリストラしていくわけです。で、最終的に、ただその部署だけは残るので、管理職だけがどんどん増えていくと。そういった感じで、まあ、自分の地位が高い人っていうのは自分の地位を守るために、まあ、部下を犠牲にしていくわけですね。これが、自分が代わりに犠牲になってしやるっていうような管理職が出てきた場合、そしたらその人は成功しにくくなるわけです。なので、そういった厳しい条件だった時に、どうしても冷酷に誰かを切るっていう必要が出てくるわけですね。あと、例えば失敗した CEO、まあ、経営に失敗した CEO っていうのもたくさんいますよね。で、それで交代して、まあ、会社というのは、経営者がどんどん変わっていくわけです。でも、失敗した CEO もしっかり退職金をもらうような仕組みになっているわけですね。これも要は、自分の、まあ、退職金がいりませんよっていうのが、まあ、言ってしまえば一番、なんですかね、誠実でかっこいい方法かなと思うんですけど、ただし、それは自分の利益にならないと。自分の利益は自分の利益としてしっかり受け取った上で、他人を思いやる余裕がある時だけそういった行動を取るというのが成功者の方法になります。なので他人を思いやること自体はいいんですけど、ただ自分を最優先に考えるっていうのも、重要なポイントになってきます。
ということで、リーダーシップ論で結構まあ、綺麗事の風な言い方あるんですけど、実はその裏面っていうのは、実際の成功者が行動している内容ですよ、ということで、間違った成功論に関するお話をしました。で、まあ、ざっくり言うと、自分らしくあれということ、そして正直者であれということ、そして信頼関係を築くということ、そして他人を思いやるという4つが、まあ、間違っているということをお話ししました。で、次に残酷な現実を知るということで、お話していきたいと思います。成功者になるために心がけてほしいことですね。で、まあ、これが、要は落とし穴として存在しがちなので、まあ、これを理解しておくということもポイントになってきます。で、一つ目、理想と現実を混同しないということです。理想的な社会を目指して進むというのは一ついいかもしれないんですけど、ただ現実がどうなってなるか、現実的にどうなっていくかということを、まあ、混ぜていかないということになります。要は人ともそうです。人との付き合いもそうですね。理想的な付き合いとして、まあ、ほんわかして、まあ、みんな仲良く、風通しのいい職場というものが理想かもしれないですけど、それっていうのは少しずつ積み上げていくわけで、べきであって、すぐに理想になるわけではないわけですね。なので、まあ、現実はどうなっているかから、少しずつ積み上げていく。要は現実をしっかり見た上で改善していく必要があるんですけど、まあ、理想だけを見ていると、どうしてもすぐに動けないということで、まあ、企業家とかっていうのはまず理想を掲げるんですけど、そこに行くまでにすごい長いルートがあると。現実を少しずつ積み上げていく必要があるということがあります。あともう一つが、その、企業家っていうと、まあ、地位が高い人ってすごく雲の上の人で、すごく理想の存在に見えてくる。要は何でも綺麗な人に見えてくるんですけど、実は現実はそうではないと。さっきも言ったように、たくさんの嘘、たくさんの、まあ、正しくない行動っていうのを繰り返して、そこまでたどり着いているので、実は理想の存在ではないということをちゃんと理解しておきましょうというのが一つ目になります。で、二つ目が言葉ではなく行動を見るということですね。まあ、言葉ではさっきも言ったように嘘をつける。だから成功者って非常に嘘をつく回数が多いと。まあ、要は、なんですかね、サイコパスが成功しやすいって言われるのも、要は嘘をたくさんつくっていうのが、まあ、一つの要素としてあります。なので、まあ、言葉ではなく行動を見ることによって、その人が正直者かどうかは分かっているということになります。要はさっきも言ったように仲間っていうのも最後にお話しますけど、仲間っていうのも非常に重要になってきますので、その人の行動を見て、仲間として信用できるかどうかをちゃんと考えていきましょうと。で、三つ目が、時には悪いこともしなければならないと。さっきも言ったように嘘をつくっていうこともありますし、悪いこと、ルールを破るっていうのもポイントになってきます。例えば、まあ、今の Google で、まあ、YouTube ってすごい今、めちゃめちゃ、今これも YouTube で出してますけど、YouTube ってすごい今、急激に伸びてたわけですね。でも YouTube って初めてすごい違法アップロードの動画がたくさんあったわけですね。しかも、まあ、今でも結構テレビ関係の動画、とかも違法アップロードされてるわけですね。なんですけど、それをまあ全てを取り締まるような状況ではなく、ただ、まあ、できる限りで取り締まるっていうような。まあ、初めの頃なんか、まあ、全然取り締まりも少なかったわけですけど、そういった悪いことをしていたメディアっていうのも、どんどん、まあ、YouTube もそういった、初めは悪いものだったけど、少しずつ改善していって、良くなっていって、今となってはもう全ての市場を独占するような形になってるわけですね。なので、そういった、まあ、初めに悪いことをしてるっていうことは結構よくあるパターンになります。なので、時には悪いこともしなければならないということも理解しましょうと。今の成功者としても、まあ、犯罪を過去に犯している芸能人とか起業家とかも結構いるかなと思います。で、あとは、普遍的なアドバイスを求めたいと。すべての状況に当てはまるアドバイスっていうのは結構少ないですよと。まあ、抽象的な内容っていうのは存在するんですけど、ただ、まあ、これをやれば確実に成功しますよというものはないので、普遍的なアドバイスを、出してくるような場合っていうのは結構詐欺の場合もありますよということをちゃんと理解しましょうと。で、あと白か黒かではないと。結構グラデーションの部分が多いですよと。例えば、まあ、嘘の話もそうですけど、まあ、今後、この企業が100倍の大きさになりますというのも結局嘘かどうかもわかんないわけですね。で、結局、ならなかったらまあ、嘘にはなるんですけど、ただまあ、何ですかね、まあ、成長として、急成長するのであれば別に、それ自体は、そうであれば別に、一つの成功であるということで、まあそういった、まあ、嘘をつくことが悪いというような部分から、まあそういった、一つ、まあいい面と悪い面を兼ね備えている場合が非常に多いですよということで、まあこれはダメ、これはいいっていうような判断ではなくて、すごいグラデーションのあるような成功論になってくるというわけです。で、最後に許せども忘れずということで、まあ、何ですかね。相手の、
相手のことを許すっていうのは非常に重要なポイントになってきます。ただ、相手のことをポンポン許して何でもしていいよってなってくると、結局その悪い人を自分の周りに集めることになります。結局強力な仲間を集めることさえできれば、成功もかなり近づくわけですね。なので、悪い人を遠ざけるためにも許すんだけど、その内容を忘れずに、その人がもう一度、自分に対して悪意を持った行動をしてきた場合にはもう完全に罰せれるような状況を作っておくというのも、だから自分から悪い人を遠ざけるというのもポイントになってきます。ということで、成功者になるために心がけることの6つについてお話ししました。要は、悪いことも結構やるっていうのも一つ、手段として持っておかないといけませんよという話。そして、仲間の作り方として、行動を見て、いい仲間を作る。そして、悪い人からはちゃんと遠ざけるということがポイントになってきますというのはこちらの、内容でした。はい。ということで、2番までで、今までの過去の、成功論とかで間違っている部分とか、実際は結構冷酷なんだよということが分かってきたかなと思います。で、ここからはもうちょっと綺麗な話というか、していきたいと思います。で、ここからは成功への話をしていきたいと思います。特に内容オリジナルスの内容になってきます。では、成功の心構えです。で、成功と相関のある要素というものがあります。これを持っている、もしくはこれを欲しがっていれば、その成功、いわゆる、なんですかね、たくさんお金を持っているような状況っていうのが、モチベーションと、よく、関連してきます。ので、こちらの中で、自分の中でこれが当てはまるなという部分を、すごくモチベーションとして、行動していっていただければと思います。まず一つ目、自由と権力を欲しがるです。自由というのは、いわゆるお金をたくさん手にすることによって、自分が何でもできるような状態になるとか、組織が大きくなることによって、権力を持つ、いわゆる自分でいろんなものを動かせるようになる、いろんな人を動かすことができて、世の中を変えられる、そういったものが非常に、成功と相関があるというふうに言われています。Google で言われているので、Google が我々の企業に入る、一番の理由としては、我々の企業は世の中を動かす力を、社員に与えるからだと。だからみんなうちの企業に入ってくるんだというふうに言われています。なので、自由と権力を欲しがるというのは一つ、人間の非常に大きなモチベーションになり、しかもお金を稼ぐためのモチベーションにもなり得るということになります。で、二つ目、後悔しないということになります。成功と相関するのは後悔しないと。要は、何々やってればよかったなという、その失敗に対する、ネガティブな考え方っていうのをしないっていうのが、成功と相関するというふうに言われています。なので、昔のこと、要は失敗をポジティブに捉えるっていうのと、自分の過去の出来事をポジティブに、改変するでもいいんですけど、そういったことを成功者はしているわけですね。だからこそその成功者のセミナーっていうのは、そういった自分は今までうまいことをやってきたと、いろんないいことをやってきた、しかも失敗も頑張ってやってきたし、それも全部良かったんだと、全部ポジティブな言い方でくるめられますよね。なので、こういった後悔しないという考え方っていうのも非常にポイントになってきます。結局でも、どうすればこうなるかというと、失敗をたくさん重ねて、それが成功につながってくるのが一番のポイントなんですけど、なので失敗を少しずつ、悪いものと思わずに重ねていくっていうのがポイントになってきます。あと三つ目は関わってくるんですけど、試しまくるっていうことですね。いわゆる小さく投資っていうふうに書き方してますけど、いろんなことに、ポン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 手を出して、それが、最終的なものにつながっていくと。スティーブ・ジョブスの、スピーチで、コネクティング・ザ・ドットっていうふうな、有名なスピーチありますけど、今自分がカリグラフィーを学んだことによって、それが、iPhone の、本当に生きてきたというふうな説明がそこでされています。で、そういった感じで、いろんなことに、試しまくることによって、自分の最終的にキャリアにつながってくることが多いので、ぜひ、いろんなことを試してみましょう。で、広く浅くの知識を持っておくっていうのは、要は経営者に非常に有効な、の質になります。いろんな部署の人を、扱っていく必要がある経営者にとっては、例えば、税務関係の知識だとか、経営に関するお金のフロー、キャッシュフローの知識、他には技術に関する知識とか、そういった広い知識っていうのが非常に必要になってくるので、とにかく試しまくる、そして好奇心を持つっていうのを、重要視しましょうと。あと4つ目、多様性を好むっていうことになります。それも試しまくると、関連してきますけど、いろんなことを、触っていく。そしていろんな人たちを、絡むっていうことですよね。例えば、会社の中で一つの事業だけ、一点突破っていうのもいいんですけど、ただ、いろんなものを試すことによって新しいルートが開けてくるわけですね。研究開発とかっていうのも、結局、今まで誰も、
触らなかった部分に、触って、そして今までその適用しなかった技術を適用することによって新しいブレイクスルーが生まれるわけです。なので、まあ、いろんなものを試していろんなものを触る、そしてそれを好むっていうことが、まあ複雑で、考えにくいことではあるんですかね。人が避けやすいことではあるんですけど、多様性を好むことによっていろんなブレイクスルーが生まれやすく成功しやすくなりますよというのが4つ目の内容になります。で、あと最後の5番目が自分ルールです。自分ルール結構まあ企業家の話とかで結構出てくるかと思うんですけど、素早い決定っていうのが実は非常に大事になってきます。っていうのもさっき言ったようにいろんなものを試しまくるっていうのもそうですし、企業家、その、なんですか、経営者の方が、とにかく忙しくなってくるんですね。地位が上がれば上がるほど忙しくなってくると。そして重要なのが、まあ、時間があるかどうかが重要になってくるわけで、素早い決定に時間をかけるっていうのは非常に、まあ、コストがかかってもったいないことになります。なので、自分ルールで素早い決定をするっていうのがポイントになってきます。なので、まあ、いわゆる今はデータドリブンって言われるデータで判断をするっていうのは重要されていますけど、データで判断できないレベルまで来るわけですね。データで全てが決まるわけではないので、データで、まあ、ここ、なんか 70% ぐらいは成功しそうだなというぐらいが出てきたとして、そこでどう判断するかっていうのを自分ルールで持っておくっていうのがよく経営者が持っている方法になります。なので、まあ、時間っていうのは非常に貴重なものなんだと。そして、素早く判断するだけでもそれに価値があるんだということを認識しておきましょうというのが5番目でした。ということで、成功と相関のある5つの要素でした。まあ、一番はこの自由と権力を欲しがるというのをモチベーションに行動してもらって、とにかくいろいろ試すことが好きである。それがまあ成功と相関しますよと。で、あとは自分ルールで、素早く時間を大切にして、時間というのは非常に貴重なものなんであるという認識を持っておくと、成功に一歩近づくのではないかと思います。ということで、まあ、これらは結構、まあ、抽象的な概念であり、しかも、まあ、成功、というか、まあ、社内でその成り上がるとか、そういったものは関係なしに、なんですかね、ビジネスマンとして非常に、有効な能力になってきますので、ぜひ、まあ、こちら、頭に入れておくといいかなと思います。はい。で、まあ、ここから具体的な行動にお話をしていきたいと思います。成功への行動、第4です。で、まず、成功者というのはリスクを減らします。なぜか、例えば、リスクを嫌う会社は存続するということが分かっています。いわゆる一般的なセミナーではリスクを取りましょうと。我々はたくさん挑戦してきて、背水の陣で挑んだから成功したんだっていうふうな会社、経営者っていうのは非常に多いですが、実はリスクを嫌った会社の方がうまく存続して、しかも、失敗しにくいということが分かっています。当たり前なんですけど、その経営者セミナーの洗脳で騙されるっていうのが割と多いかなと思います。例えば、新しい企業を設立する際に、たくさん、その、設備投資にお金をかける場合っていうのは結構あります。なんですけど、実は結局ミニマルで、その、例えば、その、維持費とかが全くかからないような状況で、ビジネスを始めた方が不安感も少ないですし、将来への、まあ、その将来への不安を考える時間とか、まあ、キャッシュフローを考える時間がなくなるので、一番重要な技術的な部分とか製品の部分に、サービスに着目しやすくなるわけですね。なので、そういった余計なことを考える時間がなくなるという点でも、リスクをとにかく減らすっていうのが非常に重要になってきます。まあ、当然、製品とかサービスに時間をかければかけるほど成功もしやすくなってくるので、まあ、リスクっていうのは減らしていきましょうと。で、二つ目が成功者は利点より不利が多いと。先行者ですね。先行者は利点より不利が多いというふうに言われています。いわゆるファーストペンギンの進行っていうのが非常に高いです。ファーストペンギンって、いわゆるペンギンってたくさんの群れで移動するんですけど、その中で一番初めに水の中に飛び込むペンギンっていうのがいます。で、そのファーストペンギンこそが一番魚を取れるのであるというふうな、言われ方をしますが、実はファーストペンギン、よりも、2番目、3番目に来た人の方が、有利な点が多いというふうなことが言われています。例えば、今、まあ、ファーストペンギンで成功しているのとして一番よく言われるのはヒカキンが、ヒカキンさんがその YouTube で成功したと。それはファーストペンギンだったからだというふうに言われています。要は、利益の出ないような YouTube 上でずっと動画を上げ続けるっていうことをしたのが、まあ、他の、後の追随を許さなかったというふうに言われていますが、ただ、実際は今、その、ヒカキンさんよりも上に来ている、YouTuber もたくさんいますし、それより後発で、ヒカキンさんにも及ばないにしても、その下にたくさんいる YouTuber たちも後発の人が結構多いわけですね。
ということで、前の人の分析をしながら、後の人っていうのは入りやすいわけで、そしたら、まあ、労力も少なく成功しやすくなってくるわけですね。なので、実は先行者よりも後から来た人の方が得であると。その分析できるという点において非常に有効であるし、しかも先行者の成功事例を真似できるんですね。なので、とにかくみんなそのサムネとかも全部、その成功者の、まあ、再生回数が高い人の真似をしていくわけですね。なので、そういった形で、後発者の方が労力が少なく、いいところを真似できるということで、利点が非常に多いというふうに分かることが分かっています。なので、ファーストペンギン進行もやめましょうということで、リスクを避けましょうということですね。で、三つ目、行動しないと損をするときは人間はリスクを好むというふうに言われています。いわゆる何ですかね。まあ、何もしなければ損していく状態。例えば、今、現金を持っていると、インフレがすごい加速しているので、損をしていくわけですね。そしたら、どうするかというと、お金の使い方がかなり荒くなってくるわけです。一般的には、全株、その、全米国株投資とか、全日本株投資みたいな感じで、インデックス投資で、まあ、広く分散するっていうのが一般的なんですけど、こういった、まあ、ただ持っているだけで現金が、損をしていくっていう状況になったら、人はすごくリスクの高い投資をしやすくなるというふうに、言われてます。なので、まあ、そういった状況っていうのをちゃんと認識しておきましょうよと。自分、リスクを好むような状況を知っておくことによって、極力リスクを減らすときに役に立ちますよ。そのメンタル的に、リスクを取りやすい状況っていうのをちゃんと認識することで避けることができますよというのが3つ目の内容になります。ということで、リスクを減らすっていうのをまず第一に考えましょうと。これ最低限に、理解しておいてほしいところになります。リスクを嫌う会社の方が、まあ、うまくいくし、先行者の方が不利が多いので、ちゃんと分析して後から追っていく。そういうのが、重要になってくるわけですね。で、次、初めに言ったように、その、成功者セミナーの時に、なぜその成功者セミナーが、すごく聞こえのいいだけの嘘になるのか、っていうのが、行動力がないからか、だっていう話をしました。行動力、聞いてる側に行動力がないので、結局、聞くだけで気持ちいいセミナーっていうのを作っていくと、どうしてもそういった、耳障りのいいだけのセミナーになってしまうという話をしました。では、その、聞く側の行動力を高めるということで、行動力を高める方法についてお話したいと思います。はい。で、まず一つ目、行動力がないっていうのが、まあ、いわゆる不安ですよね。不安を感じるから行動できないと。行動力がないときは不安は非常に危険になります。なので、まあ、不安の状況で行動するっていうのが、まあ、そもそも危険なんですね。なので、行動する前っていうのは不安とちゃんと向き合う必要があります。だから、まあ、いわゆる、なんですかね、行動力を上げようって言うとね、まあ、その、マッチョ的な思考で、ガンガン、その、とにかく行動しようっていう考え方よりも、なぜ自分がこれが不安なのかということを向き合う必要があります。例えば、自分が社会人をやっていたときに、何か、新しい企業とかに挑戦したいとしましょう。で、その時に、会社を辞めて起業すると。なった時にやっぱり不安がありますよね。で、それなぜ不安かということをちゃんと考えてほしいんですね。将来的に、金銭的に、すごく損するかもしれないというふうな不安があったとしたら、国の、保障っていうのをちゃんと調べる必要があるわけです。社会保障で、どれぐらい貧乏な状況だったらどれぐらいの手当が出るのか、どういった条件で生活保護が出るのか、どういった条件で失業手当が出るのかっていうのをちゃんと調べることによって不安っていうのは少しずつ解消されていくわけです。もしくは、今、ある程度貯金してしまって、で、それで、例えば、インデックス投資とかに、ある程度入れておくことによって、少しの収入が手に入るわけですね。まあ、月数万円かもしれないですけど、要は、今、ただ貯金を食いつぶしていくよりは、少し延命できるかもしれないと。なってくると、不安っていうのは少し減りますよね。そういった感じで、不安とちゃんと向き合って不安を潰すっていうのが非常に重要なポイントになってきます。ということで、行動力を高めるときで一番重要なのは不安と向き合うことになります。で、二つ目、仲間が一人増えれば多数は不要であると。行動力を高めるときに仲間が必要かどうかっていうような問題もあります。要は一人だと不安感が高いですよと。ただ、これ仲間っていうのはどのぐらいいるかっていうと、一人いれば十分というふうに言われています。仲間が一人いればそれだけで共感してくれる仲間がいる。まあ、共感してる仲間が0か1かの話ですね。0だったらすごく不安なんですけど、1人いれば、ある程度、そういった不安感っていうのが消えますよと。まあ、そういった相談相手がいるっていうことはやっぱり重要なわけですね。なので、できれば仲間を1人作りましょうと。だから、まあ、その起業家仲間として大量の
交流会とかに行く必要はなく、この人は信用できるなっていう、そういった仲間もぜひ探しましょうというのが2番目になります。で、3つ目、怒りは一番の原動力というふうに。行動力を高めるときに、社会的にこれがダメなんだと、理念を持って掲げる場合があります。それが美しいものの場合もありますけど、これがムカつくから、こういった世界っていうのがすごく自分にとって気に入らないと。そういった怒りっていうのは実は一番の原動力になりますよと。いうふうなことが、こちらのオリジナルの内容で書かれています。怒り、例えば、今だとそのマイニングで非常に GPU の価格が上がっているわけですね。NVIDIA が出しているその GeForce の価格が非常に高騰していて、それってマイニング需要で、どんどん価格が上がっているんですけど、その一方で誰が損しているかというと、パソコンを買うとかゲーミング PC が欲しいという人が普通に、グラフィック用途で使いたいのにそれは買えないというような状況が起こっているわけです。こういったところから原動力が出てくるわけですね。せっかくゲーミング PC とかゲームをたくさんしたい人がいて、そういった人が欲しがっているのにそういう人たちに届けることができないと、それは嫌だっていうことになってきたときに、今ゲヌビデが出したのが、マイニングの、グラフィックボードを、売り出してますよね。そういった感じで、今の状況の、なんかうまく回ってないと、そういった怒りによってどんどん行動力を増やして新しいことにチャレンジしていくっていうのがポイントになってきます。ということで、行動力を高めるときに、まず一番は不安とちゃんと向き合いましょうねと、不安をちゃんと潰して、その後に怒りを原動力として仲間を一人作りましょうというのが、新しい一歩踏み出すポイントになってきます。はい。で、あと住む場所の話も、一応いろいろあるんですけど、行動力を上げるときに一番あるし、成功の方法もたくさんあるんですけど、成功するときに一番簡単なのが住む場所を変えることですよと。例えば大学就職っていうのは場所で選ぶよりも、都会に行く方が年収が高くなっていくというふうに言われています。で、例えば田舎暮らしをやめるべきデータとして、例えば大学進学するって結構地元から離れるパターンが多いかなと思います。地元で就職するか、進学するかっていう風な選択肢もよく言われることから、大学進学っていうのも一つの選択肢になりがちなんですけど、利回りとしては年率 15% で非常にいい年利なので、大学進学っていうのはぜひやった方がいいですよと。あと今はネットがあるからっていうんですけど、ネットがあっても重要な交流っていうのは実は対面のものが非常に多いです。今コロナ禍で結構、ネットでつながるっていうことが多いかもしれないですけど、やっぱり直接対面するよりは、交流度が落ちるかなと思います。実際にマッチングアプリとかでも、完全にリモートだけで完結するってことはなくて、結局対面で会うっていうことになりがちなので、そういった対面に比べるとやっぱりネットっていうのは弱いのかなというふうに言われています。あと収入が高い地域は他の人の収入も上がるというふうなデータがあります。いわゆる例えば成功者がバンと出てきたら、そこに会社が出てくるわけですね。なので、企業家が出てきたら当然そこに会社が出てきて、その会社に属する人たちの給料も、周りよりも少し上がっていくと。要はだって優秀な人を取るために給料を高めに設定するので、どんどん一人、優秀な人がいれば、収入がどんどん周りの人も上がっていくということで、今東京の収入とか、大阪の収入というのは当然高くなっていくわけですね。で、あと給料が台数の方が大きいというのは、非同する方が非常に多いというふうに相関が出ています。なので、もし、田舎暮らしをしていて成功したいんだっていう方にとっては、まずは、都会に出てみるっていうのが一ついいポイント、いい手段なのかなと思います。今はプログラミングとかでリモートで働く方法もあるんですけど、まずは、その IT 系の会社に勤める上でも、そういった東京とかに出てくるっていうのが非常にですか、ね、キャリアを作る上では重要なのかなというふうに言われています。はい。ということで、成功への行動をお話ししました。まずは、リスクを減らして、で、まず行動力を高めましょうと。そして、一番簡単な行動としては、家の場所を変えるっていうのが、ポイントっていうふうなお話をしました。で、結局、普遍的な、これをやれば絶対成功しますよっていう普遍的なものはないので、どうしても抽象的なお話になってくるんですけど、そういった行動力を増やして、いろんなことに挑戦していけば成功していくわけですね。で、あともう一つお話したのは、悪いやつを遠ざけて、優秀な人だけを仲間にしていくというのもポイントになってきます。成功するときの行動力を高めるときも一人仲間が必要だという話をしましたけど、仲間や組織っていうのは非常に重要になってきます。ということで、最高の仲間を見つける方法についてです。
最高の仲間とは敵から味方になった人が実は最高の仲間というふうに言われています。っていうのは要は、まあ、敵対していた状況で、まあ、対立する時点でかなり意見をしっかり言える相手なわけですね。ただその中で意見をしっかり言える中で、自分と納得のいく会話をして、それでもう仲間だった場合は相手ももうすでにもう意見を言える、ずっと意見を言えるような立場で今後も付き合っていく形になるので、そのなーなーの、気遣いの関係じゃなくなるわけですね。なので最高の仲間になりやすいということで、まあ、マッチョな仲間になりやすいということなんですね。で、一つ目、最高の仲間を見つけるために、じゃあどうすればいいのということで、一つ目は共通点を探しましょうと。他人の価値観は基本的に変わりません。まあ、いわゆる人生の価値観というのは、まあ、割としっかり固まってるわけです。自分の価値観が何か自分で理解してない人は多いですけど、実はまあ、分かってないながらも、実はしっかり価値観を持っている場合っていうのが多いですね。なので、まあ、行動的な価値観よりも、気持ち的な価値観っていうのが、まあ、変わらないので、その部分っていうのをちゃんと見ましょうと。しっかりその人の価値観を見つけて、その中で共通点を探すことによって、自分とマッチする人、そして世の中をこうやって変えていきたいというような考え方を、すり合わせましょうというのが一つ目です。で、二つ目、手段の一致です。世の中をこう変えたい、っていうのが、まあ、手段が一致することによって、二人で同じ方向に進んでいくことができるわけです。ただ、ポイントとしては、似た人の少しの違いっていうのは対立になる可能性がありますよというのをちょっと、気をつけましょうと。例えば、ビーガンとベジタリアンっていうのは、まあ、どちらも、肉を食べないというような方向性は一緒ですけど、そこで、まあ、乳製品を取るかどうかっていうのが、まあ、変わってくるわけですね。乳製品とか卵とかですかね。っていうのが変わってくるわけです。で、そういった場合で、ビーガンの人の思想としては、家畜がすごくかわいそうだから、家畜というのを減らしていきたいというような考え方でビーガンをされている方にとっては、そういった乳製品とか卵とかを食べている人っていうのは、結局肉を食べている人と一緒なわけです。そうなってくると、そのビーガンとベジタリアンの間で非常に大きな対立が生まれてくるわけですね。周りからしてみれば、すごく似た者同士だと思いがちですけど、実は思想の違いが、まあ、大きく出やすいのが似た者同士であるということをちゃんと理解しておきましょうということを、まあ、ポイントとして、まあ、手段の一致している人を探しつつ、そういった、まあ、微妙な差っていうのを、ちゃんと認識して、違うのであればちゃんと別の人を探しましょうというのが2つ目のポイントになります。で、まあ、そういった、過激なポイント、過激な方向に進む、まあ、過激な部分が一致していると、すごく、まあ、思想としては一致しやすいわけですね。そのビーガンみたいに、家畜をとにかくなくしましょうって結構強い意志なわけですよ。そういった部分っていうのは、やっぱり一般的な人とすり合わせるときには、すり合わせにくくなるわけですね。で、そういった場合は、なぜそれをするのかっていう話ではなくて、どのようにそれをするのかっていう話をすることによって、少しオブラートに進んだ内容になりますので、ぜひ、まあ、そういった言い方で、まあ、聞いていくっていうのが、いいかなと思います。例えば、ビーガンとして、家畜をなくしていきたいと。じゃあなんでそうなのってなってくると、やっぱり議論っぽくなってくるわけですね。なんですけど、どのように、家畜をなくしていくのかっていう話をすると、より現実的な話になってきて、対立がしにくくなってくるわけです。なので、まあ、その人が自分と思想が違うからやめようというのは別にいいんですけど、思想が、近いかなっていう場合に、対立で全ての関係を壊さないためにも、どのようにそうするのかっていう、そのオブラートの進み方を理解しておくのもポイントかなと。思います。ということで、最高の仲間を見つける方法としては、まあ、まずは共通点を探すとか、手段を一致させる、そして、まあ、オブラートに進んで接するということによって、コミュニケーション能力をしっかり、その対立がないまま、しっかり核の部分の価値観をすり合わせるということを意識していきましょうという話をしました。で、あと、まあ、距離を見つめる3つの方法ですね。まあ、距離を縮めるっていうのは、媚びを売るというふうな話だとではないということを理解しておきましょうと。これ組織内でも、要は自分の最高の仲間を見つけるっていうのがポイントになってきます。起業家として、まあ企業のなんかパートナーを見つけるっていうのが、まあ当然、まあ世の中的にはすごいかっこいいことではあるんですけど、それよりも組織内で自分の信頼できる、この人は絶対に正しい行動をする人だと思える人を持つことによって、仕事のパフォーマンスも上がってきますし、当然成り上がりやすいわけですね。自分の信頼し合える者同士で、補助し合えれば、まあ、別の部署の仲間がいるわけで、そういった少し距離のある仲間っていうのが非常に重要になってくるわけです。なので、まあ、距離を縮める方法を、ちゃんと理解しましょうと。まず一つ目、弱みを見せるというものです。いわゆる自己開示というものですね。自己開示をすることによって、相手が自分のことを完璧な人だと思わずに、ちょっと受け入れやすくなると。
すべての人は自分より自分に劣等感を抱えているわけですね。で、周りの人の方が優秀だなと思ってしまうっていう傾向があります。なので、まあ、なんか自分の弱みっていうのを見せることによって、相手としては、親しみやすい人だなと。弱みっていうのは、いわゆる親しみやすいになるので、その部分っていうのを見せるのがポイントになってきます。で、ただ、まあ、自分が無能すぎる場合っていうのは、そういった弱みを見せることによって、本当にダメなやつだなと思われがちなので、そこはポイントとして気をつけましょうと。なんか、すごい冷たい組織じゃなければ、基本的には弱みを見せて大丈夫かなと思います。弱みを隠す方が逆にデメリットが多いと。壁を作りやすい内容になります。で、二つ目、控えめに話しましょうと。面接で特に有効であるというふうに言われています。例えば自分がこんなに大きいんだ、こんなにすごいんだっていうよりも少し控えめに話すことによって、まあ謙虚さを出すというのがポイントになってきます。で、ただリーダー感とは逆相関しますので、その控えめに話すっていうことで、部下をついてこさせるときには少しまあ強めのリーダー気質な言い方っていうのも学んでおく必要があります。なので、まあ、例えば、まあ、リーダーになるとしたら、ビジョンを見せるときには強い言葉を使う。で、1対1でコミュニケーションを取るときには控えめに話すと。そういった使い分けっていうのがポイントになってきます。で、あと3つ目、知識のある人には質問するのがポイントになってきます。まあ、相手を、だから、媚びを売る、自分より目上の人に媚びを売るってどういうことかというと、その人の得意分野とかよくわからずに、とにかく外見とか、その人のなんかすごいなとか、なんかふわっとした言葉で媚びを売るっていうふうな。媚びを打って、褒めるっていうふうなことが、よく使われるわけですね。ただそれよりももっといいのが知識のある人になんで、すごいですね、なんでですかっていうふうなのをどんどん質問していくことによって相手の、まあ、そのノウハウも聞ける上にしかも密接な関係も作れるわけです。やっぱり自分が勉強してきた内容を誰かに話すっていうのは結構気持ちいいことですし、誰かにその役立ててるっていう気持ちって結構やっぱり嬉しいわけですね。だから人に褒められるよりも人に何かしてあげているっていうそういった貢献欲っていうのは、まあ、人間にはあるわけです。なので知識のある人にはガンガン質問することによってノウハウも引き出せてしかも有効な関係を作れるということで3番こちらはすごい非常に重要視してほしいポイントになります。なので知識のある人には質問をしていきましょうと。要は知識のある人って要は優秀な人なのでそういう人たちを味方につけることによって成功というのは非常に近くになりますよというのが3つ目です。ということで、距離を縮める方法もしておきましょうと。まあ、結構割と基本的な能力でありますけど、まあ、割と忘れがちではあるんで、なんで壁があるのかっていうことを考えたときに、まあ、こういった自己開示の話や、まあ、自分が、ちょっと壊す的になってないかとか、マウントの取り合いになってないかとか、あとは、まあ、ちゃんその知識のある人に対してどうやって接するか、その時にちゃんと質問しましょうということを心に留めておきましょうと。で、あと、成功する組織の話を、組織の話をしていきたいと思います。これで、最後のパートですね。強い文化と多様性が最強というふうに言われています。まあ、要は、カルト化してしまうとちょっとまずいんですけど、まあ、文化というのが非常に重要になってきます。うちの会社はこういうふうにやっていきますよと。他とは違う部分がここです。っていうことをちゃんと差別化することによって、組織の中が強固になっていきます。で、多様性っていうのが、いわゆる今言われているダイバージェンスですね。いろんな視点から持つことによって、ブレイクスルーをしやすいと。結局、開発も研究も新しい視点で新しいものを混ぜ合わせる、組み合わせるっていうのが重要になってきます。で、そういった時に多様性を持つことによって、まあ例えば新しい、まあ、我々の文化だとこういうものをこうやって作るんだけどなって言われると、いや、あ、それは知らなかったわっていうパターンが出てくるわけですね。例えば新しい新商品を出すとしましょうと。新しい、例えば洗濯、でしょうか、調理器具を出すとしましょう。で、ホットクックって今すごい売れてるんですね。ホットクックって、まあ、電気炊飯器、電気調理鍋っていうふうに言われてますけど、いわゆる、まあ、アメリカとかで流行ったのが、スロークッカーっていう、まあ、ゆっくり加熱することによって放置しながらでも、調理できますよと。一回材料全部詰め込んで、ボタンを押して半日置いとけば、料理ができますよというのが、まあ、ホットクックという形で、まあ、日本で流行っているわけです。で、それも今までは、まあ、主婦を対象にすごい狙っていたんですけど、それが実、まあ、今となっては一人用の鍋を、そのシャープが売っていて、それは一人用というのは、まあ、その大学生とか男性、で、一人で自炊する人とかに向けて、意外と売れてるわけですね。なので、そういった、まあ、絶対にこういった、まあ、主婦の人が買うものだっていう先入観から、その人向けに作っていたんだけど、実は新しい
市場があったというのっていうのは、なぜか、なぜわかるかというと、そういった多様性、新しいその男性の人の意見っていうのが出てくることによって、そういった新しいブレイクスルーが生まれてくるわけですね。新しい市場が初めて見つかるということで、多様性というのが非常に、組織として、まあ、新しい市場をガンと作る上で、重要なポイントになってくるわけです。で、では、まあ、あとは、まあ、成功する組織として、まあ、成功を、世界を創造する人っていうのの共通点を話していきましょう。まず一つ目、好奇心が強いと。まあ、今までも何回も話してきましたけど、まあ、新しいことをガンガンチャレンジするっていうのは、まあ、成功に必須な能力になってくるわけです。で、二つ目、周りに同調しないと。まあ、これでもただ、周りに同調しないっていうのは、その、今までずっと自分を押して押して、すべて、進んでいくっていうわけではなくて、周りが全員辿っているルールを辿らなかった場合、外れた存在になるわけですね。そうしたら、新しい市場もつかめるし、みんなと同じ行動じゃないからこそ成功するわけですね。なので、周りと全く同じ方法を取らない。ただ、まあ、周りと、必ずしも、なんですかね、対立する必要はないということをちゃんと覚えておきましょうと。で、三つ目、反抗的であると。まあ、いわゆる、まあ、ルールを守らないというのが結構多いわけですね。なので、まあ、こういった、世界を創造する人の共通点を見つつ、まあ、ただ、人間性に問題がない人を仲間にガンガンしていく必要があると。まあ、そして、そういった組織を作っていく必要があるというわけですね。で、あと、育て方の話をしていきましょう。成功する人、まあ、自分がまあ成功した場合、まあ、自分もしくはマネージャーになった場合、誰かに成功してもらって、で自分も、その、恩恵を預かるというパターンもあります。ということで、成功する人どうやって育てるかというと、一つ目、自分の行動の与える影響を考えさせると。いわゆる仕事のモチベーションを上げるときに、自分の影響を与えている人、エンドユーザーにあるのが非常に重要というふうに言われています。アダム・グラントが、まあモチベーションが下がったときはエンドユーザーに会いに行けというふうに。まあ、アダム・グラント、その、今回のオリジナルスとか、ギブ・アンド・テイクとかを書いた著者で、まあ、社会心理学者の方なんですけど、その人はそういうふうに言っています。自分の行動の与える範囲を、まあ、影響を考えることによって、要はモチベーションになるわけですね。自分は自分のために働いているのではなく、誰か世の中の困りごとを助けてあげる、誰かを助けるために働いているというふうに考えることによって、モチベーションがガンと上がると。まあ、社会的なつながりを理解できるという点でもありますし、自分が誰かに貢献しているという貢献欲、まあ、人間に根源的に備わっているので、こういったモチベーションになるわけですね。あと二つ目、人柄を褒めるということになります。まあ、褒めて伸ばすっていうのはよく言われますけど、そういった時にどこを褒めるのか、まあ、具体的な行動を褒めるのもいいんですけど、まあ、人柄を褒めるというのも非常にポイントになってきます。要は、自分がこれが良かったから、もう一回続けようと。で、なんですかね、印象のいい行動っていうのを、繰り返すことによって、社内の、空気も良くなっていきます。まあ、相手に気を使うっていうのも一つ、まあ、何ですかね。まあ、ポジティブにもネガティブにもなり得ることではあるんですけど、ただ、意見を言いやすい環境、コミュニケーションを取りやすい、企業っていうのはやっぱり伸びます。なので、まあ、人柄を褒めることによって、そういった、まあ、何ですかね。その行動をしやすくなるということで、褒めるポイントとしては非常に、やりやすくて、しかも、印象に残りやすいというポイントになります。あと三つ目、価値観を持たせるということですね。どういった価値観を持って仕事をしていくか、理念を持つ、個人の理念を持つことによって、会社の理念とすり合わせるっていうのがポイントになってきます。なので、まあ、根本的に何かっていう、その、なんだろう、行動じゃなくて、その核の部分を持っておく、核の思想っていうのを持っておくのがポイントになってきます。例えば、技術で言うと、もっと、世の中をこう良くしたいんだとか、世の中を効率的にしたいとか、例えば、環境を良くしたいとか、そういった、一つの価値観をしっかり持っておくことによって、行動っていうのが一貫性を持った行動になりやすいので、ぜひ価値観を持たせるようにしてみましょうというのが、今回の最後の、成功する人の育て方でした。ということで結構長い話しましたけど、ちょっとまあ全部、まあざっくりとこの、目次で振り返っていきましょう。一つ目、間違った成功論をお話ししました。まあ世の中に蔓延している成功論は嘘だらけですよと。まあ自分らしく正直者であれ、信頼関係を築く、他人を思いやるというのがまあ嘘としてよく言われますよと。で、残酷な現実としてはまあいろいろありますけど、まあ結局、まあ悪いこともしてますよと。今成功している人っていうのは結構悪いこともしてます。で、そして、まあ、仲間としては、仲間、ちゃんとした仲間を作るときに、まあ、行動を見るのも重要ですし、悪い奴を周りに近づけないっていうのがポイントになってきますよ、と。
じゃあ、どうやったら成功できるの？っていうことで、まあ、成功と相関のある要素をお話ししました。まあ、やっぱりモチベーションっていうのは重要になってきますが、自由と権力っていうのが、まあ、最終的にお金を吸い寄せるための、モチベーションになってきます。で、また、いろいろ試して、そして即断即決っていうのが、重要になってきます。で、あと、まあ、成功への行動としては、まあ、リスクをとにかく減らしましょうと。成功者というのは実は背水の陣ではありませんよという話をしました。まあ、これも結構嘘が出回っているので、まあ、これもちゃんと認識しておくべきかなと。当たり前ながら認識しておきたいポイントです。で、まあ、次に行動力を高めると。リスクを下げたら次は行動です。で、行動は、まあ、不安とちゃんと向き合うことによって行動力は増しますよと。無理やり行動するというのは結局再現性がないです。1回目行動できたとしても2回目行動できなくなってくるので、ちゃんと不安と向き合って解決していきましょうと。で、まあ、あと怒りもうまく活用してやれば、原動力になりますよという話をしました。で、まあ、あと住む場所を変えましょうと。住む場所を変えると結構、まあ、ね、収入が上がりやすいので、今、ね、田舎住みの方は、東京に出るだけでも収入が上がるかと思います。で、あと仲間と組織の話。まあ、仲間を見つける方法としては、まあ、とにかくコミュニケーションをうまくやっていって、対立を避ける、コミュニケーション、対立を避けながらの相手の核の部分を引き出すというのが非常に重要になってきます。なので、まあ、こういったテクニックを使うのと、あとは、まあ、自分を、距離を縮めるために、自己開示や、あとは、まあ、知識のある人に質問することによって、すごく、ノウハウを引き出しつつも、相手と、有効なコミュニケーションを取ることができますよという話をしました。で、あと、まあ、成功する組織っていうのと、あと、まあ、成功する人っていうのは、まあ、好奇心が強くて、まあ、割と、独善的な行動しますよと。ただ、他人の、例えばマキャベリズム的な人を仲間にするとうまくいかないわけですね。で、そういった形で相手がその周りとうまく調和、まあ、調和というか、ウィンウィンの関係を築きながら成功していっているかどうかっていうのを評価しつつ、まあ、こういった、成果や新しいものを創造していく人と仲間になっていくのが重要になってきます。そういったもので組織を作ると。そして新しい人を育てるときには、まあ、自分の行動の影響、要は、自分が誰に良い影響を与えているかをまず知ると。そして、まあ、褒めるときは人から褒めましょう。そして価値観を持たせることによって、同じビジョンを持って行動していきましょうという話をしました。ということで、今回は科学的に正しい出世法、そして、まあ、成功法についてお話ししました。で、まあ、間違った成功論で、要はいわゆる今嘘はたくさん出回ってるわけですね。で、その中で、心構えとしては、まあ、いろんなことを試して、まあ、結局ふわっとしたもう、抽象論になってくるんですけど、ただ、まあ、いろんなことを試すっていうのがどうしても、まあ、成功に必ず必要なものになってくるので、まあ、そういった、不安感を取り除きつつ新しいことをガンガン試すっていうことをぜひやってみてみてください。で、まあ、要はコミュニコミュニケーションで、まあ、コピーを売るではないということも、まあ、覚えておいていただけると幸いです。はい、ということで結構長かったですけど、今回、まあ、今までの内容を全部圧縮して科学的に正しい出世法についてお話ししました。で、まあ、今回の内容を頭の中に入れておいていただければ、その意味のない対立を避けて、そして新しいことを、挑戦する。で、結局ゼロサムゲームではなくて、結局新しいことをたくさんチャレンジしているので、何もなかったところから市場を生み出すことができる。ので、誰とも対立せずに成功していけるわけですね。それが非常に重要で、科学的に正しい出世って、要は誰かと対立していったら誰かに足を引っ張られるわけです。なんですけど、新しいところから市場創出した人に対しては、誰も、敵意を持たないわけですね。なので、そういった、出世法っていうのを狙って皆さんに行動していただければと思います。ということで、今回すごく長くなりました。ご視聴いただきありがとうございました。まあ、他にも、まとめた動画、今後も出していきますので、チャンネル登録していただけると、幸いです。あと、まあ、コメントもいただければ、基本的に返していきますので、コメントいただければ幸いです。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。